トレビーゾ、トレビーゾは、イタリア共和国ベネト州の都市で、その周辺地域を含む、人口約8万3千人の基礎自治体、コムーネ、トレビーゾ県の県都である。トレビーゾには、アパレル会社のベネトンと、電気メーカーのデロンギの本社が置かれている。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。トレビーゾのトレビーゾの市街は、 ベネツヤから北へ 30km、ビチェンツァから東へ 50km、パドバから北東へ 40km、コルティナダンペッツォから南へ 120km の距離にあり、ボッテニーガ川、ピアーベ川支流とシレ川の合流地点に位置する。ベネツヤ湾とアルプス山脈の間に広がる、ベネト平野にある都市で、地勢は平坦である。ピアーベ川の南西側にあり、 1 5トル北東ピアーベ川が流れる。隣接するコムーネは以下の通り、人口8万1627人、2007年のうち3000人ほどがベネツヤ共和国時代の城壁内ラムーラ地区か歴史地区に住み、8万人が都会的な中心地区で暮らす。一方で市の後輩地にはおよそ17万人の人口がある。一部の学者らは、 古代都市、タルビシウム、トビジアムの名は、ケルト系のタウル詩人、トレスクの定住地から発生したとする。その他の学者らは、陰謀語の語源を持つタルボス、オウシュが語源であるとしている。タルビシウムは、アドリア・ブネティ人の都市で、古代ローマが、ガリア・キサルピナを、自らの領土に加えた後の紀元前89年に、ムニキピウムとなった。市民は、 ローマの一部族クラウディアを禁言としていた。詩は古代から中世初期にかけてローマ両ベネトの二つある主要都市オピテルリウム、ゲン、オデルツォとアクイレイアとをつなぐポストア街道に近接していた。トレビーゾはプリニウスのような古代の記述者によってごくわずかに記録が残されている。プリニウスはシレ川のことを指すシリス川について書いていた。ローマ時代 キリスト教がトレビーゾで広まった。ペテロによって司教に任命されていたギリシャ人のプロスドキムスはトレビーゾとその周辺にカトリックの信仰をもたらした。四世紀、キリスト教徒人口は定住する司教がいることから十分な人数であったことがわかる。トレビーゾはイタリアへ侵入した蛮族の辿った経路上にあった。トレビーゾは西ローマ帝国滅亡後に 他のイタリア各地がそうであったように、人口も経済も加工していった。しかし、粉族の王アッティラが勢力を伸ばし、六世紀の間は重要なしのままであった。言い伝えによると、トレビーゾはゴート戦争の最中に東ゴート族の王、トウイラが生まれた地であるという。ゴート戦争の後直ちにトレビーゾは、 東ローマ帝国のラベンナ総督領に568年まで組み込まれていた。その後、ロンゴバルド族の支配下に入り36ある公爵領の一つとなり、重要な効果が鋳造された。最後のロンゴバルドをデジデリウス時代、効果は特に重要であり、北、イタリアがフランク王国に併合された後も効果が大量生産され続けた。トレビーゾ出身者らは、 ベネツィアの誕生にも役割を担っていた。カール大帝はトレビーゾを辺境交領マルカトレビギアナ、マーカトレバジアナの首都とし、これは数世紀にわたり続いた。トレビーゾはロンバルニア同盟に加わり、1183年のコンスタンツの和議、後に自治を獲得した。これは北イタリアにおいて選手政治が始まるまで続いた。多様な一族らが、 トレビーゾの支配者となった。1237年から1260年まで治めたのはダルマーノ家であった。強硬派と皇帝派の争いの間、1283年に最初の勝利がゲラルド三世、ダカミーノトトにもたらされた。その後トレビーゾは1312年まで続いた目を見張る経済発展の繰り返しを経験した。 トレビーゾとその衛星都市カステル・フランコ・ベネトは、パドバと対立する、トレビーゾ人によって作られた。そしてだ、カラーラや、スカリジェリを含む、均衡勢力の欲望を借り立てるようになった。ダカミーノや最後の領主リッツァルド四世、ダカミーノ没落後、マルカは、絶え間ない抗争と略奪の地となった。1329年から1388年。 トレビーゾの交渉人で医師のオリビエーロ・フォルツェッタは骨董品と絵画の熱狂的な収集家であった。彼のコレクションは1369年にカタログとして出版された。これはこの時から存在するカタログとして最古のものである。1329年から1339年のスカリジェ・リケ・ベローナ領主支配後、死はベネツヤ共和国に組み込まれ、 共和国の初のイタリア本土料として有名になった。1318年以降、短期間だが大学が置かれた。ベネツィア支配は無数の恩恵をもたらした。しかし、トレビーゾはベネツィアの戦争に巻き込まれることが必須となった。1381年から1384年、死はオーストリア港に征服され支配された。そして1388年まで、 カダレシケが同様に支配した。ベネツヤ絵師が返還されると、市は防衛を強化し、現在も存在する城壁と流壁の重厚なラインがもたらされた。これらは建築家、ジョバンニジョコンドの揮の下で一世紀かけて刷新され、城門のうち二つがロンバルディア様式で建てられた。多くの運河が複数の水車と共に開発された。これは、 主として地元で取れる穀物を脱穀するための水力を欲したからだった。水路はすべて航行可能で、バルコーに船がベネツィアからトレビーゾ港へ到着した。そこではリビ,ビエラサンタ・マルゲリータ沿いの旅行者には通行税が荷上げされた商品に対しては税金支払い義務が生じた。漁師は毎日トレビーゾの魚市場へ出す新鮮な魚を取ることができた。 現在も島は、市の一部と二本の小さな橋で繋がっている。トレビーゾは1797年に、モルティエ式下のフランス軍に占領され、モルティエはトレビーゾ公とされた。フランス支配は、ナポレオン没落まで続き、その後オーストリアイコール、ハンガリー帝国の領有となった。市民はそれでも真珠では没落した、ベネツィア共和国寄りであり、帝国の支配を喜ばず、 1848年3月には、オーストリア軍中屯地を襲った。しかし、町が砲撃された後、人々は6月のうちに捕らえられて追放された。オーストリア支配は、ベネト州の残りと共に、イタリア王国へ併合されるまで続いた。1866年。第一次世界大戦中、トレビーゾは、オーストリアの最前線に近い戦略的用地となった。ちょうどの北で、 ビットリオベネとの戦いが起こり、これが戦争の変換点となった。第二次世界大戦中、イタリアの強制労働収容所がトレビーゾに設置され、ユーゴスラビア王国のレジスタンスやユーゴスラビア、市民らを収容し広く利用された。収容所は1943年のイタリア降伏で解散された。大戦末期の1944年4月7日、 市は連合国側の空爆を受けた。市の中西地区の大部分が破壊され、パラッツォデートレチェントも損傷した、後再建。空襲で死者7000人が出た。近年、少なくとも2回の襲撃が自称ウナボンベルイタリアーノというテロ集団によって引き起こされた。以下の分離集落、フラツヨーネガール、トレビーゾにはアパレル会社のベネトンと 電気メーカーのデロンギの本社が置かれている。トレビーゾ市教座が置かれている。トレビーゾ種のチコリとスプリッツ。トレビーゾの若者に人気のある食前種の二つがよく知られている。特色のある料理は、ビシイビシ、ベートエンドウ豆、パスタ、イーハジオリ、パスタと、インゲン豆、サーディンサー、イワシと、玉ねぎ、ソッパコだ、ハトのスープなど。ワインについては、プロセッコと、 食べるネが上質である。紫キャベツ、トレビスはトレビーゾの名産品であり、年に一度セニオリ広場にてトレビス祭りが開催される。ついに世界中に広まった缶のあるティラミスについては、1960年代にトレビーゾのあるレストランで生まれたとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。